どうもラムチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、昨日ダウンロードコンテンツ第6弾の新キャラガープの動画が公開されました。とりあえずそれを見ていきましょう。俺が来たんだ、安心しろ。俺の目の前で暴れるとはいい度胸だな。とりゃすぐよ、げんこつ流星群。これ以上の地位はいらん。じゃあ赤者を海軍で鍛えればこんくらい当然だ。くわー、特大鉄拳。おりゃあ、食いしばり。うわー、この動画を見た感想として、もしかしたらガープが一番強くなる可能性があるなっていう風に思いました。まず最初のこの場面ですね、攻撃範囲が広すぎる。多分これが覇気が一番溜まってる状態だとは思うんですけども、異常なぐらい広範囲なのよね。今までのキャラに比べてもう群を抜いて広範囲だと思います。まあこれが本気バーストをすると常にこの状態になるんでしょう。これはやばいよ。まあ火力がどれぐらいかっていうのはちょっとわかんないんですけども、攻撃範囲はもうキャラ屈指だと思います。そしてこれ、げんこつ流星群ですね。これによってガープが最強になり得るんじゃないかって思ったんですよ。あのカイドウのドラゴンフォルム、あれって炎と氷を常に降らせることができるので、あれむちゃくちゃ強いんですよね。でガープのこのげんこつ流星群、動画見た感じでは砲弾を上に投げた後動けるっぽいのよ。砲弾が降ってくる間なので、砲弾を常に降らせながら、移動攻撃ができれば、これカイドウのドラゴンフォルムと同じような動きができるんじゃないですかね。そうなるのであればこれむちゃくちゃ強いよ。そして本気バーストをした後に腕をぐるぐる回す動画があるんですけども、多分この腕をぐるぐる回すのがチャージ1なのよね。チャージ1で、これの範囲が異常。こんなの今までなかったよ。あのジンベエのチャージ1もめちゃくちゃ強くって、ゲージが一気に溜まったりしたのよ。多分それ以上のチャージ1の攻撃になりそう。一応チャージ1でゲージがぐっと溜まるキャラって何体かいたんですけども、その中でもこれは異常だと思う。まずチャージ1でぐっとゲージを溜めて、それからいろんなことができるキャラになりそうですね。そして火力は分かりませんけども、移動攻撃があるっていうのは嬉しいね。しかも2種類移動攻撃が、確認できますので、これで高速周回も夢じゃない。まあ火力によりますけど。そして最後に見せてくれた必殺技特大鉄球、これも間違いなさそうですね。自分の周りはもちろん、自分の目の前広範囲を吹っ飛ばしそうなので、これは絶対に使いやすい。はい、ということで今日はダウンロードコンテンツ第6弾新キャラガープの動画を見ていきました。多分レイリーも今日あたり出るんではないでしょうか。でもね、ガープ本当に今回の3人の中で一番強い可能性っていうのはあると思います。まあ火力次第だとは思うんですけどね、広範囲なのは間違いない。ほんと早く使ってみたいですね。それでは3月28日を楽しみにやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。